植松慶には、兵庫県神戸市生まれの現代美術作家、彫刻家。切々軸、経度、緯度2013年の中原貞次郎賞受賞作、東私鉄1969年、第1回現代国際彫刻展の入選作兵庫県立御影高等学校、神戸大学教育学部美術科卒業。1969年第1回現代国際彫刻展に入選、同年に最初の個展を開き、作家活動を始める。1974年神戸市文化奨励賞を受賞。1975年9月渡読して、デュッセルドルフに拠点を構える。1986年3月第2の拠点を兵庫県西宮市に設ける。1988年、戸谷繁雄、船越桂と共に第43回、ベネツィア・ビエンナーレの日本代表作家に選出された。1995年からは、デュッセルドルフと大阪府箕面市に拠点を移して、活動している。2013年第38回、中原貞次郎賞を受賞。作品の表現手法は、映像、パフォーマンス、版画、彫刻、インスタレーションと多彩である。作品制作を仕事と呼び、プロジェクトのアイディアを描き記したドローイングも、独立した作品として提示される。彫刻、インスタレーションの素材として、布、石、ガラス、鉄、ステンレス、銅、ブロンズ、真鍮、材木、自然器を使うことが多い。そのスタイルは、あたかも抽象と見えるが、作品に表現されているのは、重力などの人間の目には見えない力が具体化されたものである。1972年京都ビエンナーレのパンフレットに、見える、構造、存在、関係をあらわに見えるようにすること。見えな、異構造、存在、関係をあらわに見えるようにすること。見える、構造、存在、関係を見えなくすること。と書いていることが、作家活動最初期からの基本コンセプトを表している。兵庫県神戸市、下山手通りの下町で、画工の次男として生まれる。長男である兄は、すでに亡くなっていた。年の離れた姉と2歳下の弟がいる。弟、英二は、後に土を素材に制作を行う美術家となった。父親が自宅兼工房で印刷の原版用にイラスト描きやレタリングをしているのを間近で見て育つ。小さい頃から絵を描いたり模型を作るのが好きであった。一方、子供の科学を愛読し、科学の不思議な面に興味を覚えた。自然史博物館や科学博物館に通い、地球や宇宙、世界の構造に関心を持ち、それらを原初的な視点で捉えてみたいと考えるようになった。このことが後の作品制作に関係している。父に芸術大学進学を反対されたため、神戸大学教育学部美術科に入学する。後に児童文学者となる岡田敦と同級であった。卒業後に私立小学校、県立工業高校で教員を務める。教職の傍ら、作品、東私鉄を第1回現代国際彫刻展に出品し、作家としてデビューする。同年、初の個展で、東私 H2O を発表する。1972年、京都ビエンナーレに出展する。1974年、日本の伝統と現代展に選ばれて出品する。同年10月第2回神戸市文化奨励賞を受ける。この頃、自主制作映画、暗くなるまで待てない。に、小さな役で出演する。1975年9月、芸術家の活動が盛んなデュッセルドルフを目的地として届く。1976年12月、ヨーロッパで初の個展、ケージ、植松、スカルプッチャーフォトビデオフィルムを、ストックホルム国立近代美術館で開く。以後、ヨーロッパの美術館、ギャラリーにおいて作品発表を数多く行う。1980年12月、ニューヨークで初の個展、インスタレーション、軸緯度経度インストレーション、アクシズラティチュードロンジェトゥードを PS1 で開く。1985年、彫刻展に招聘され、14年ぶりの野外彫刻となる。オケトライアングルを制作する。以後、ヨーロッパ、日本、韓国で野外彫刻を数多く制作する。1986年3月、兵庫県西宮市に新たな拠点を構える。以後、聖徳デュッセルドルフと日本を往復しながら制作活動を続ける。1995年の阪神淡路大震災後、西宮市から箕面市に拠点を移す。1988年第43回、ベネツィア・ビエンナーレにおいて、日本館に、トーチ垂直のバインバージアン、バーチカルスペースを展示する。1990年代に入っても旺盛な制作活動を続ける。1997年、日本の美術館では、初となる個展、地殻を超えてあるものを、西宮市大谷記念美術館で開く。2003年に、写真作品を主とした個展、体と眼差しへの思考 70S の写真、映像から新作までを北九州市立美術館で開く。2006年、時間の庭へ、植松渓2展を西宮市大谷記念美術館で開く。21世紀に入っても、ほぼ年に2回のペースで個展を開催している。2014年ロンドンのアートフェア、フリーズマスターズのスポットライト部門に選ばれ、1970年代の写真及び立体作品を出展。同様に2016年ロンドンでグループ展パフォーミング・フォー・ザ・カメラに出展。同年ロンドンで個展インビジブル・ホースを開く。2021年国内では15年ぶりとなる美術館での個展見えないものへ触れる方法直感で新作を発表する。ありがとうございます。